最果ての魔王ディープブリザードのレディオクローゼット。我は最果ての魔王ディープブリザードである。みなこんにちは、ブリザードであるぞ。この番組は絵に関する疑問質問お悩みに魔王目線でお答えするラジオ番組である。この番組を聞いて少しでも週末の絵描きが楽しくなってほしいなと毎週金曜の更新をしておるのであるぞ。ここ最近割とこの動画の収録環境っていうのをちょっとまた改めて改善をしようかなと思っておって、まあ実はというか、その先週レディクロ収録した際にここ何週かかな、なんか妙に音質が悪くなってるというか、変にちょっとこもった音になる時があって、なんでだろうとか、収録している環境とかソフトとか、あとその机周りの音響なんかを再度こう確認したりして、今多分だいぶ聞き取りやすくなってるのかな。まあちょっと OBS のあのノイズ軽減がきつかったり、今使ってるマイクだと合わなかったのか、割とゴワゴワした音になってしまっていたので、まあそれを後でノイズ、あのホワイトノイズが多少入っても、後で動画編集ソフトで修正すれば良いやということで、今はほとんどそれのノイズ関係はカットしておしゃべりをしておるんだけれども、いかがであろうか。だいぶ聞き取りやすくなっておると良いんではあるけれども、まあそういうふうなことをしてから、まああとそのありがたいことにというか、いろいろとあの実写での撮影も結構しておって、卓上なんかでいろいろ今撮っておるんだけれども、これ今年に入って、コンコンコン。あの鉄製の机をな、あの収録用に使ってて、もともと手芸用に使ってた机なんだけれども、なので頑丈かつこう質実剛健な作りですごい気に入っておるんだけれども、まあそこにもっと綺麗にいろいろ収録できる環境ができないかということで、こう LED のリングライトとか俯瞰撮影用、あのよく物を上から撮ったりするときに綺麗に撮影できるような機材なんかをちょっと集めたりして、うん、これでだいぶ良くなったというか、あとはこれでもっともっと、まあいくらその撮る環境が良くなっても中身を頑張らねばいかぬとは思っておるので、これを使っていい感じの収録環境にしていければなぁと思う魔王なのであった。いやとは言っても撮るものが多すぎて編集が間に合わぬ、大変今回も皆からいただいたご質問にお答えしていこうと思うのであるぞ。ラジオネームシナ殿からいただいたご質問である。ご質問ありがとうなのであるぞ。こんにちは、魔王様。いつも素敵なイラストと動画をありがとうございます。今日は悩みがあって相談させていただきました。私は今まで進学校に通ってきて勉強を頑張っていました。好きなことではないけれど使命感があってやりたいと思えた仕事があったからです。その仕事をしたら自分が幸せになれると信じていました。しかし現役でその職業をしていらっしゃる方々の話を聞き、その職業は私に合わないと思いました。きっとその職業に就くと私の心はボロボロになり、私は幸せになれないと思いました。それなら他にやりたいことはないため、私が幸せになるために好きなことを仕事にしたいと思い始めました。それがイラストレーターです。しかしこの職業は収入が安定しづらく、劣等感を感じやすく、幸せにつながりにくいのではないかとも思います。また、私は今高校2年生で、来年この学校にいながら絵の勉強をすることは極めて困難です。そして、絵の勉強をするなら美大に行きたいのですが、残り1年で絵の勉強が間に合うのかどうかという不安もあります。このまま安定する道を切り捨てて絵の道に進むことは、魔王様としてはどう思われますか？魔王様は今、イラストレーターとしてお仕事をされていて幸せですか？ということで。まあ高校2年、これからの将来をな、よりリアルに考えなくてはいけない時期、多分たくさんの不安やお悩みがあって、魔王のところにこうやってな、お手紙を送ってくれたということで、高校2年、そしてまあ3年とかになってくると、自分の将来っていうことを決めないと、ここから先の選択っていうのは学校に通っていればなんとかなるではなくて、自分から選び取っていかなくてはいけないということで、大きく悩んでおるポンポコリン多いのではないであろうか。なので今回これを取り上げさせていただいた。まあその上でな、たくさんお話ししたいこともあるので、まずは魔王のお答えからお話ししていこうと思うのである。
幸せになれるかどうかは自身の実力次第、リスクを跳ねのけるエネルギーがなければ何事も大成しないである。まずはどういうことかということをお話ししていこうと思うんだけれども、最後にちょっといただいた質問を先に読ませていただくんだけど、魔王は今イラストレーターとしてお仕事をされていて幸せですかということで、これは声を大にして言わせていただこう。めっちゃくちゃ幸せである。我は絵を描いて、そしてそれで生きていけているということに何よりも喜びを感じておるのである。それは多分同じような額が手に入る業務についたりとか、それ以上に何か手に入るものがあったとしても、我はこの絵の仕事を選んで、そしてそれで生きていけているということにとても喜びを感じておる。何一つ後悔はないと胸を張って言えるのである。では多分なぜそれで胸を張って言えるのか、幸せだと言えるのかということを、多分このシナ殿はきっと気になっておると思うので、その話をしていこうと思うんだけれども、まずシナ殿はイラストレーターになりたいと考える前に、何か別のこう業務に就かれたいと、その仕事を将来仕事にしたいと思っていたけれども、他の人からお話を聞いて、その仕事をやってたら自分がボロボロになるんじゃないか、いわゆる幸せになれないと思ってそれをやめたと。でイラストレーターだったら幸せになれるんじゃないかと。ただイラストレーターっていうのはその収入が安定しないとか、劣等感を感じやすいとか、多分シナ殿の幸せって今定義されてるお話どうも聞いていると、自分の中での幸せではなくて、他者からどう思われているかとか、他者がどう思っているかということにすごく気にしすぎている気がしたんであるよ。あんな仕事して収入も安定しなきゃなんてかわいそうって言われるのが嫌で選んでいないような気がちょっとしたんであるよ。もちろんそうじゃないかもしれないし、もちろん収入が安定しないというのはダイレクトにな、自分の生き方をが苦しくなってしまうものではあるとは思うので、一概にそうだとは言えないんだけれども、どうも他人と幸せを比べすぎている気がして、我はそこが不安に思ったのであった。なぜかというと、我こうやって今すごく声を大にして絵を描いているの幸せって言っておるし、別に生きていく上で困るどころか、いろんなことがやらせてもらえるぐらい、収入を得ている魔王ではあるけれども、でもな、全く絵を描かないものからしたら、大変なことしてまで、ね、収入少なくてかわいそうとか、なんだろう、例えばそういう仕事同じ時間だったら俺10倍は稼げるよとか、やってて後悔したりしないのとか、ほんと、未だに毎年なんだかんだ多分10回20回は言われたりするんであるよ。でも我は全くもってそれを不幸だとも感じたことがないし、むしろ絵を描くことが仕事にできない方が言っている言葉ってかわいそうだなって思うぐらいなんであるけれども、それはなぜかと言ったら、他者との幸せとか他者との比較っていうことが全くもって興味がないからなのである。多分このシナ殿に対して我がイラストレーターっていうのは本当に収入が不安定であるし、やろうと思っていたお仕事が途中でキャンセルになったり、いろんな都合でままならなかったり、こっちの都合じゃないのに絵描きが矢面に立たされるせいで、例えば作品の問題の一番の原因のように言われてしまうこともあるんであるよ。こんなことやってたらもう心がボロボロになってやってけねえである、絶対やらない方がいいであるよって言ったら、きっとシナ殿はプロのイラストレーターは目指さないであろう。そのぐらいシナ殿はご自身がその夢に向かわれているという覚悟と実感をまず持たれていないんだなと思ったのである。幸せになれるかどうかというのは誰かから言われて決められるものではないのである。自分がそこでやれると覚悟を決めることも我は大事だと思っておる。どんなものであれ、どんなお仕事であれ、どんなお金をいただくお仕事であれ、リスクがない仕事というものはない。サラリーマンをしていたら一生安定した仕事ができる。じゃあ体を壊して入院した後、その席がなくなっているなんていう時代でもあるし、永久に雇用してくれる社会ではどんどんなくなってきておる。それどころか残業だったりとか、パワハラ、セクハラ、より人間関係を円滑にできない人間であれば、多分そういうサラリーマン、ビジネスマンというお仕事っていうのは多分長く続かないであろう。我は多分それができない。それをやってると本当に多分生きていけないと思ったから、一人で自分の世界というか作品を作って売り込みができることの方が、我は生きていけると思って、実際それで今長く活動させていただいておるのだ。なので、誰かに自分の夢の選択肢を与えてはいけないし、自分の夢を評価されてはいけない。シナ殿がなりたい、やりたいと思ったこと、それこそ別にイラストレーターでなく、最初にやりたいと思っていたことがあるのであれば、大変なお話を聞いた、自分では無理かもしれないではなく、様々な業務ということには、これだったら楽ができるとか、自分にはストレスがかからないというのがあるとは思う。けれども、どんな仕事にだってリスクはあるし、ストレスがないものはないと思っておる。誰かと関わってものを作るということは、それだけ
大変なものであるし、これだったら大丈夫、絶対に心が折れないし、自分のやりたいことがやり続けられるし、一生稼げるよなんてないのであるよ。まあそれと同時に体というものもある。我は3年近く前に体を壊して入院した際に、やはりそれは様々な業務のストレスというのが原因であったりした。そのぐらいどれだけ楽しいと思えていても、体が言うことを聞いてくれなくなってくる。夢だから、やりたいことだから、やりがいがあるからということで、我慢できることにはそれぞれ限界があると思っておるし、逆に言ったら今我は本当にストレスなく様々な活動をするように様々な環境を整えたりしておるんだけれども、自分がやりたいこととそのための心と体のバランスをとっていかないと、どんな仕事でも体を壊すし、どんな仕事でも後悔をすると思う。シナ殿は他者からの声とか批判とか一般的なことで夢を諦めるというのは我は一番愚かだと思う。もちろんでも失敗しない人生、大事なことだと思う。ちゃんと賢く選べば、そういうストレスとか苦しさとか心が切り裂かれるようなことっていうのはたくさん避けることはできると思う。けどそれが逆に幸せにつながるのかといったら、我はそうではないと思う。様々なリスクや、思い通りにいかない、うまくいかない、第三者のせいで思い通りにならないことであったにせよ、それをちゃんとやり通したり、やりきれれば、我は他の仕事では得られない幸せをたくさん得られていると思っておる。だから我は声を大にして、そしてまっすぐと、この仕事をやっていて幸せだと言えるのである。なので、どれだけ収入が安定しないにせよ、劣等感を感じるようなことがあろうと、そのやっていることに責任とプライドを持っていれば、そんなことなんて吹き飛ぶぐらい、楽しくやりがいがあると我はこの仕事をやっていて言えるのである。なので我はシナ殿にイラストレーターになってくれたら嬉しいなとは思うけれども、でも最初にやっていた、目指していたことにも目指せるなら我は目指してみてほしいなと思うのであるよ。それが大変だっていうのは多分サイコロの面で言ったら一つでしかないんであるよ。だしどんな仕事だって多分ネガティブな面とか嫌な面って言い続けたら10や20や聞かないぐらい出てくると思うし、我は本当にそういう意味で言ったらラッキーな方だと思うんであるよ。絵を描くことで生きていけて、こうやって活動がし続けられているっていうのは、その下に我に仕事を奪われたり、我がいることで仕事を得られなかった方というのが5万といるということを考えたことがある。だから我は本当にラッキーなだけで、そういうふうに失敗した方々の話を聞けばきっとイラストレーター目指したくなくなるであろう。でもシナ殿はそういうふうに人から話を聞いて得たマイナスなことが世の中の全てだと思っておれば、どんな職にもつくことができなくなる。それよりも自分の胸が、心が目指したいと思っている仕事というのにもっと情熱を傾けて、でそこに飛び込む覚悟を持ってきてほしいと思う。でなければどれだけ憧れていても楽ができるとか幸せになれるっていう上辺だけの言葉や、周りから褒められるような第三者からの称賛される言葉だけで生きていこうとしたら、どんな世界でも我は生きていけないと思う。挫折も苦しみもままならなさもどんな世界にもある。でもだからこそ続けることでそれを跳ねのけたり、それ以上の幸せを得ることができるのである。そしてもう一つ、いただいたご質問の、絵の勉強公認なので高3から始めることはできるのかであるけれども、我は全然できると思う。我はな、別のラジオで話したことはあるんだけれども、高校を中退しておる。もう頭が悪すぎて、でその後高校3年っていう時かな、人間でいうところの。今って高校卒業認定か、当時は大研と言っておったんだけれども、高校卒業認定が取れる専門学校に通いながら、その高校卒業の資格と、あとは大学を受験するために必要な受験っていうのを、まず日中朝の9時から夕方の5時まで勉強して、で、その後夜の10時まで画塾に通って、ずっと毎日デッサンをしておった。それをまあ1年間続けて、で、美大に合格したんであるよ。なので本気で目指したい、それこそイラストレーターになりたい、じゃあそのためには美大に行きたいなって思っておるのであれば、覚悟をするがよい。これからの1年は自分の夢を叶えるために、やりたいこと、楽しいこと、みんながいいなと思っていることを我慢できる年にするぞと思えなければ、どんなことも辛いから自分には向いてないんだ、どんなこともこんなに大変だったら叶わないんだ、1年勉強して慣れなかったから自分には無理なんだって、きっとこれからシナ殿はいろんなことに理由をつけて諦めていい理由を探し続けるであろう。それではどんな簡単な夢であれ叶わないし、願っても手に取ることはできないと覚悟してほしい。夢をつかみ取りたいのであれば、失う覚悟を持つがよいであろう。何も失わずに幸せになろうなんて考えていると、なおのこと不幸にはならないけれども、一生幸せになれないぞ。誰からも見てもらえない、興味も持たれない、そして成功している誰かを恨み悔やみ続けるだけの人生を送り続けることになる。だったら今、うぬがすべきことは、考え方を改めて、自分は
夢をつかむために覚悟をしなくちゃいけないんだと心得、そしてそのための道に進む勇気を持って飛び込んでほしい。そうすればどんなことであれ、どんな職であれ、とても楽しく有意義なものになるであろう。と言っても多分今はピンとこないかもしれないし、そんなことな、成功してる魔王が言ってるだけだよって言うかもしれないけれども、我もそういう言葉を聞いてな、若い頃なんかは、そんなこと言ったってな、そうやってもう成功した人が言ってる言葉なんて、なんか偉そうな言葉であるって思ってはおったけれども、その言葉に何か付け加えるとしたら、覚悟を持たなかったからたくさん後悔したこともある、たくさん失敗したこともある、どれだけ努力をしても実らなかった夢もあるし、死ぬほど掴みたかった仕事をやれなかったこともある、やろうと思っていたのに途中でついえたこともある、泣いても泣いても悔やみきれないぐらい悔しい思いもしたことがある、心もボロボロになったし、何度張り裂かれてビリビリにされたかわからないぐらい我はこの夢というものに殺されてきた。けれども我はそれと同時に夢に生かされてきた。この夢があるから我は今ここに立っておる。幸せだと思えるぐらい、その夢はたくさん楽しいことも面白いこともできなかったことも意外なこともやらせてくれた。だから我は今ここに立っておる。だから我は何一つ後悔はしていないし、今我がこうやって絵を描いていること、最初に言った通り幸せだと胸を張って言えるのである。そのぐらい不幸にもままならぬことにも、失ってしまった夢にも背を向けずに生きてこれとるのである。それは我はこの仕事をするんだと覚悟を決めて飛び込んだからである。なので白殿は、どうやったら自分が幸せになれるであろうとか、不幸にならずに済むのであろうではなく、どうやったらその夢を好きでいられ続けるのか、この夢に向かっていけば幸せになり続けられるのだろうか、その覚悟が自分にあるのだろうかと胸の中に改めて聞いてみてほしいのである。そしてその覚悟を持って、不幸になったとしてもそれ以上に幸せになってやると覚悟を持って飛び込んでくれば、どんなお仕事であれ、イラストレーターであれ、絶対に幸せになれると魔王がこれからの人生をもって証明もしていこうと思っておるので、夢を勝ち取るということに覚悟を持って、そして明るい未来を自分で切り開こうと思ってもらえると我は嬉しいのであるぞ。いかがだったかの？皆からの疑問、質問、お悩みはこの動画のコメント欄、公式サイトの質問フォームから、そしてツイッターでハッシュタグシャープレディクロでつぶやいていただければ、魔王がお答えするのであるぞ。ではまた次回、お絵かきしながらお会いしようなのであるぞ。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、通知のオン、そして SNS のフォローなどもよろしくお願いいたすのであるぞ。